こんにちは、七色の扉です。今回は3COINS とセリアでの購入品をご紹介します。最初は3COINS さんのフラワー型グラスです。330円です。全体がお花の形をしたとても可愛いグラスです。お花の形以外にもいくつかグラスの種類があり、どれもおしゃれだったので迷いに迷ってこちらを選びました。このグラスにノムオスのミチョを入れて SNS に先に投稿したのですが、飲み物を入れるとさらに可愛くなり、かなりテンションも上がりました。縁の部分が波打っているので飲みやすいかどうかを気にしながら買ったのですが、全然問題なく普通の丸いグラスと同じように飲めました。容量は約 380ml です。こちらは直火、食洗機、乾燥機、吸熱吸冷、電子レンジ、オーブンの使用は NG です。あと感じたことですが、このグラスの形状からすると底の方が膨らんだ形なので、飲み物を入れた時の重みでしっかり持たないと滑ってしまいそうになります。特に私のような小さめの手であれば少々掴みにくい感じがするのでご注意ください。可愛くてお気に入りのグラスになりましたが、一つしか買わなかったので大切に使おうと思います。次はプリーツエコバッグです。330円です。バッグ全体がプリーツになった可愛いエコバッグです。昨年も販売されていましたが、持ち手の位置などが違っています。カラーはベージュやブラウン、グレーなどがあったと思いますが、私はくすみピンクを選びました。このエコバッグは折りたたんだ状態で持ち運ぶタイプのものではなく、適当な位置で結んで持ち運べるようになっています。なので大きめのバッグに入れるなら問題なさそうですが、ハンドバッグのように小さめのバッグだと結んだ部分のかさばりが気になりそうです。材質はポリエステル 100% です。サイズは縦43センチ、かける横46センチでマチはないです。耐荷重は約3キログラムです。スーパーで買い物をする際に使うエコバッグというより、ファッション性が備わっているので、衣類や雑貨などちょっとしたお買い物の際に使うのに良さそうです。もう1枚買おうか迷うぐらいどれも素敵なカラーでしたので、気になる方はお店でチェックしてみてください。次は保湿グッズです。それぞれ330円です。順番に紹介します。つま先オープンかかと保湿ソックスは、かかとの部分にシリコーン加工がされています。昨年は 3COINS さんと100均のかかと保湿用を使っていましたが、3COINS さんの方が断然使い心地が良く、でも品切れで買い足しができない状態でした。使い方は市販のボディクリームをかかとに塗ってから、かかとに内側のシリコーンが当たるように履きます。先にクリームを塗ってしまうと靴下の余計な部分にクリームが付着しやすくなるので、私はいつもかかと寸前まで靴下を履いてからかかとにクリームを塗って履いています。こちらはかかと全体がシリコーンなので、クリームがソックスの生地に付着することはなく、しっかり保湿されるため、使用後のかかとのすべすべ度の違いがはっきりとわかります。今年のは可愛いフリルがついていて、私には似合わないと思いながら買いましたが、フリルがあると足首側が一目瞭然になり使いやすくなっています。サイズは女性用フリーサイズです。カラーは他にアイボリーがありました。こちらは保湿用ソックスです。チェック柄がとても可愛いです。シアバターが加工されているソックスですが、だからといってベタついているわけではないです。でもソックスに直に触れると、他のソックスと比べてしっとりした感じはわかります。なので指で生地に触れても、油分が奪われてカサカサになる感じはないです。使用方法は市販のボディクリームなどをかかとに塗ってから使用してくださいとあります。
シリコン加工はされていませんが、かかとケアができるアイテムのようです。サイズは 22.5 センチから 24.5 センチです。材質はポリエステル、綿、ポリウレタンです。着用と洗濯を繰り返すことで効力が低下するとのことです。そしてこちらは保湿用グローブです。先ほどの靴下よりも細かなチェック柄になっています。親指と人差し指の指先部分にはタッチパネルに対応する導電性の生地が使用されています。両方の手の指にありますので、利き手関係なく使えます。使用方法は市販のハンドクリームなどを肌になじませた後、グローブを着用します。材質は綿 100%、サイズは女性用フリーサイズです。こちらは電気作業には使用できないのでご注意ください。洗濯は単独手洗いになりますが、指先部分を強くこすらないよう合わせてご注意ください。乾燥肌の私にとっては冬には欠かせない保湿用グッズです。次はセリアさんのバッグ巾着収納です。それぞれ110円です。収納というだけあって、ちょっと大きめな巾着です。デザインはグレーの生地のロゴ柄と、ベージュの生地のドローイング柄の2種類です。この頃よくドローイング柄をあちこちで見るようになりましたが、こちらもお花の柄がおしゃれに描かれています。材質は綿、ポリエステル、レイヨンです。サイズは縦45センチ。かける横33センチのちょっと大きめサイズで、女性用のセーターを畳んで入るサイズ感です。私の中では旅館の大浴場に持っていく着替えを入れるイメージが強すぎて、他の使い方がなかなか思い浮かばないでいます。持ち歩き用の巾着としてだけではなく、例えば冷える時にだけ使う膝掛けのほこりよけに畳んで収納するのもありかと思います。デザインはプリントされているので、洗濯やアイロン掛けはしないようご注意ください。持ち歩きや収納のどちらでも使えるバッグ巾着収納です。次はマスキングテープです。それぞれ110円です。こちらはレーシーパターンで3種類のデザインがあり、私は真ん中のデザインを選びました。見た目はテープにプリントされているように見えますが、こちらは発泡インクタイプなのでデザインが浮かび上がっています。なのでテープに触れるとデザイン部分が軽く膨れている感じがわかります。テープの幅は30ミリ、長さは2メートルです。そしてこちらはキラキラ白押しタイプのチャイナバタフライです。このゴールドが入っていなければ素通りしていましたが、このチャイナっぽいデザインのキラキラはやはり目を引いてしまいます。どちらのカラーも蝶が描かれていますが、それぞれデザインは違っています。サイズは幅20ミリ、長さ3メートルです。デザインが派手すぎて使いどころに悩んでしまいますが、とりあえず中華料理を食べた日のアナログな私の日記帳にベタベタ貼っておこうと思います。次はアレンジフラワーです。それぞれ110円です。秋のイメージに合ったくすみカラーのお花が私にはドツボにはまってしまい、私の好きなガーベラとバラを選んできました。まだ他のカラーもありましたが、とりあえずこれらを選んだ感じです。いくつかはインスタの飾りになりそうですが、それよりも何かを作りたくて、今頭の中でいろいろとイメージしているところです。何か作ることができたらまた動画内でさりげなく飾っておこうと思っています。台紙の裏には QR コードがありますので、読み取るとアレンジフラワーを使ったさまざまな作品の作り方が動画公開されています。作ってみたい方や不器用だけど気になるという方も、何か作れそうな作品があればチャレンジされると良いかと思います。
ー。